はいじゃあそれでは続きまして中小企業のライフサイクル大きい数字の一番企業創業こちらについて講義を始めていきますはいじゃあそれではこちらホワイトボードよろしいでしょうかはいじゃあそれではですね皆さんお手元問題集開いてください今回の該当ページはこちら十一ページとなります こちらよろしいでしょうかじゃあ早速ですね皆さんお手元まず見てくださいいよいよ今回第2部に入りますこちらの大きい数字の2は2部ですよね中小企業白書第2部の中小企業のライフサイクルの内容に入っていきます。で今回こちら第1部と第2部を比較するとそうですね第1部よりも若干試験対策上上とが落ちます。 まあそれはなぜかというともちろん試験医の先生の腹積もりもそこにあると思うんですけれども政府系のグラフがやっっぱり減ってくるんですねでどちらかというとこう中小企業庁が委託している。 例えばそうですね今回のこちらの創業企業あたりとか後半部分っていうのはまああの三菱 UFJ のリササーチコンンルティググ株式会社に頼んんででいいるようなグラフが結構多いんですねでそうするとやっぱり試験国家試験というねあの兼ね合いから見ていくと若干ですねまあ出ないっていうわけじゃないですよウエイトが落ちていくといったところになりますんでまず皆さんは第1部が重点項目として必要だなっていうふうに覚えていただいて第2部はですね私こちらの全体構造攻略編 の方ではコンパクトに進めていきますですから必要なところにはマーカー引いてくださいねというふうに申し上げますので皆さんマーカーの準備をまずお願いしたいと思いますでその他の内容はもう本当に例えば棒グラフとか白書の方を見ていただくとねまあ、そういったグラフで出ていて ランキングみたいな形でちゃんと結果がこう分かるような内容ですから、まあ、こちらにまとめている内容もですねあ見て取ればあ何々が一番なんだなというふうに分かりやすい内容となっておりますので、まあ、皆さん見ながらですね実際のこのののこ中小企業の現状といいいうのを把握していただければと思いますですから読めば分かるようなところはね、まあ、講義の中では割愛しますので、まあ、今回こちらちょうど大きい数字の1番ですね 企業創業第1章になっていきますが、まあ、こちらねかなりコンパクトに進めていきますんで皆さん準備の方まずマーカーよろしくお願いしたいと思います。はいじゃあそれではですねまずこちら企業ですね、まあ、じゃあなんで企業を取り上げてくるのかと、まあ、過去のね過去の白書の中からもずっとね白書の中でも取り上げてきている企業なんですがもちろん先ほどのもうちょっとこちら消してしまったんですけれども、まあ、付加価値を上げていくといったところで重要になってくるのが資本ですよね。 じゃあ企業が増えるとどうなります企業が増えるということは資本投資をするのでそれだけ増えますよね付加価値にプラスに寄与しますよねというところになります。であとは企業によって労働力そうですね労働雇用をするので労働力が増える。でさらにまた企業によって新しいアイディアとかいろいろ新しいインフラを使ったような何かこうね新しいサービスとかそういうのが出てくることによって、まあ、TFP ね、トータルファクタープロダクティビティにはプラスに寄与するんじゃないですかとこんなところが企業の中にはまあ秘められているというかね効果としてまあ潜在的にありますよとですから国としてもこの企業はなんとかねどん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 まず、ね、本当に起業してくださいとでもちろん退出してしまう潰れたり廃業するといったようなところも出てくると思うんですけど、まあ、国全体としては過去の白書からの流れでは多「多山多志方 たくさん産んでたくさん死んでいく、まあ、これはしょうがないでしょうと経済の循環の中でとですがやっぱり強い企業が生き延びて、まあ、しっかりと活躍してくれるなんてところが国の中の方策としてずっとね、まあ、中小企業白書そうですね過去の白書からの背景としてありますのでまずそこを念頭に置きながらじゃあ我が国企業の実態っていうのはどういうことなのかっていうとこちらまずマーカーを引いてください。今回は企業希望者 はい、企業準備者といったようなちょっとこちらホワイトボードを見ていただきたいんですが、白書でいくつか定義しています。まず全く関心がないとね、企業に全く関心がない人は無関心者として定義をしています。まあこういう方もいますよ。まあ私が起業家なんていうことも多いと思うんですね。ですが、まあその中でまあ実際にあの企業ちょっとでもこう希望したいなと。 やってみたいな企業ねですから起業したいとはい、考えているんですこの方は考えているが準備を行っていないと要は考えてはいるんです皆さんいかがでしょうかね中小企業信頼しとって、ね、いろいろ勉強してそして独立するということは自分が一国一城の主になっていくという風うに考えていった場合に自分たちもやっぱり企業希望者ですね まあ私もそうですね資格を取る時には漠然となんか将来独立できたらいいかなぐらいのところは少し持ってましたですけどほとんどやっぱり試験勉強を始めたたたた直後はこれででしししね無関心、まあ、転職いいぐららの気持ちでしたからでその中でまあ取得してまあなんとなくねそうですね二次試験ぐらいかなあの見ていった時にちょっとなんか起業してる人もかっこいいななんてちょっと思い出してですね、まあ、こちらただ準備は行ってないです。 で準備本格的に行ったのは合格後のお話ですので、まあ、そちらはねまずは考えている私もここにかなり該当していたのかなとでそこからそうですね準備よよしととこ,こここからは結構早いと思うんですよ希望で考えてる時って結構こう夢見がちにずっと考えるんですがよし始めようと準備して出すと意外に早いかなと思います。でですすからそうですねねあのー、皆さん、ね、今 動画を見ながら学習されてると思うんですが、まあ、TBC 受験研究会で受かったあの合格者の中でも本当に起用しようという形で本当に大手の会社を辞めて、ねまあ、実際にスクールを開こうなんてね、まあ、資格じゃないんですけどスクールを開こうとねそういった形でパソコンの学校を立ち上げた方もいらっしゃいますそういうういい方が準備を始めるると意外にハイですもう取って色々迷っていてて迷、まあ、相談乗るわけです。 まあ先輩の先生としてそしてじゃあ何とかしていこうと思ったら今度は具体的な準備これ一気に行っていいきますね早いですね早でなかなかあの死んだをとった方はもう準備を始めてからこう実際に始めるまでねこの起業家になるまでは意外に私は見てると早いかなとまあそうですね知識しっかりあるしいろんな法律な知識もあるからまあ当期はこういうふうにやんなきゃいけないとかそういったところもねある程度会社法も押さえているのでやっぱりそこ踏み出してからは早い気がします。 はいで最終的にはははいい企業業でですを実現、はい、でここでの企業は企業起こるって言ったところですねこの辺もちょっと白書的な表現ですのでまあ,あの企業、ね、起こす業まあ本によってはですねこういう起業家っていうこういうエンタープライズの方で 書いてああるる場合もあるんですねですが、まあ、今回白書の中ではこっちではなくてこっち中心ですよ言ったところしっかりとまずインプットしておいてくださいはいじゃあまずこの定義をしっかり考えた上でいきましょうまずマーカーのポイントですね希望者数はい希望者数とあとはこちらはい準備者数これは何かっていうとはいここマーカーです。1997年以降減少傾向ですですこの人たちは 潜在的な企業家ですね将来のま企業家予備軍みたいな形ですですがこの人たちが減るっていうことは企業家も将来的には増えていかないんじゃないかといったところでまあ累推できるわけですよねはいですからまずじゃあ続いてこちらを見た時にさあ企業家数その下見てください企業家数は徐々に減少マーカー引いておいてください徐々に減少ですだから 企業家の数は徐々に減少していますよって言ったところが見て取れます。で、それから少し飛びましていきましょう。今回、はい、兼業、副業としての企業希望者、企業準備者の割合。さあ、副業とかです。皆さんよろしいでしょうか。兼業とか副業として希望していこう、企業していこうというふうな希望者、あと準備者の割合は、はい、ここマーカーです。2002年以降。 それぞれ、それぞれ増加傾向。ですから、副業で行っていこうと考えている方は非常に多いと思います。特に中小企業診断士の方は多いです。企業内の方で副業で行うという方は、最近は、背景にありますよね。働き方改革といったところがありますので、この辺は。そうですね。なぜこれ取り上げたのかって言ったところね。まあ、裏を返すと、まあ、働き方改革っていうのが。 ある、ね、この辺をこう想定してのこの白書のデータなのかななんてところは皆さんどうでしょうね読み取れるポイントじゃないかなと思います。はい、で逆に兼業副業でやっていてそこからグッと乗り出しちゃう方っていうのも結構いらっしゃいますんで私もそんな口です基本的には。 初めは副業でやってましたね。それからちょっといけるかなあなんて思って。まあ起業するっていうか独立したわけ。なんでまあ、皆さんもそんなスタンスでいるのが一番多いんじゃないかなと思います。はい、じゃ、あそして行きましょう。全体の下ずっと言ってください。全体の起業家に占める兼業副業としての起業家の割合ははい。2002年以降はい増加してるんです。 ここういいいっっったたププラスにになててててるって言ったところは頭に押ささえておいてくださいインプットですねでそして2002年が2.92007年が4.0そして2012年が4.2という形で、まあ、この辺はさらにこれ面白いことにねもう皆さん受かってから見てください次の白書また次の白書あたりを仮に見ていく場合には今の働き方改革この辺を打ち出したところがここをどう増やしていくのかこの辺はちょっと見ものじゃないかなと思います。 まあ試験対策上はこのデータだけで学習を進めてくださいはいじゃ行きましょう続いて B ですね1997年以降さあマーカーのポイントは1行目のところです黒丸の1個目女性の起業希望者割合が増加ここはマーカー引いておいてくださいね 先ほどのの字カーブのとこあったじゃないですか、ね、その部分がまあ M 字カーブに一番へこんでいるところの方たちが頑張っていこうなんてところも出ていますので、まあ、そういったところが流れとして来ているのかなといったところも先ほど学習したところとリンクさせながら読み込んでいただければと思います。でそして全体の起業家に占める女性の割合はただ減少しています。ここここーーいいいてください、まあ、ここもですね 割合が増加しているんだけど全体で言うと減少しているこれはあまりねよろしくないんじゃないかなといったところでも出てくると思いますでそしてその下見てくださいはい企業家の年齢構成の推移60歳以上の企業家の割合はいマーカーです79年以降男女ともに増加だから企業家60歳以降これ増えてますよと非常に多いと思うんですよリタイア後に立ち上げるという方中小企業診断士でも非常に多いです はいですからまあ今ね資格を取ってまあ使わないんじゃないかなと思っていてもどうせこう必ず独立しますからそうですよね生きてる限りは会社にこうね会社とおき合いしている時間っていうのは限られてますんでそれ以降は自由に行っている方多いんで資格取るっていうのは私マイナスではないかなと思ってますねプラスに転じると思いますんでぜひ、まあ、皆さん頑張っていただきたいとはいでそして起業家に占めるここ、はい、マーカー引いていきましょう39歳以下の割合は 男女ともに年々減少傾向これもちょっと有意識問題ですよねやっぱり年配の人頑張っていただくの非常にいいんですが若い世代が起業しないっていうことは新しいビジネスどうなのかななんてところはここ見て取れると思いますはいじゃあ続いていきましょう今度は起業家のこちらの起業家の業種はい男女とものところ2つ見てくださいまずは 製造卸し小売飲食サービス業の割合低下マーカーを引いておいてください。割合は低下していますでその他サービス業の割合増加さ割合増加ですだから何が割合低下して何が増えているのかっていうのを業種別に見ていくことは大事な内容ですはいで続いていきましょう E のところですね E のところの黒丸の大きいところの1行目全部マーカー引いておいてください。 企業家企業準備者そしてま企業希望者ありますね希望者の平均年齢の推移は年々上昇ここマーカー引いておきましょうね。まあ、この辺から見てもまあ高齢化といったところは進んできているかなといったところになりますじゃあ続いていきましょう次のページ見てくださいあとは読んでおいてくださいねの2番目こちら見ていきましょう企業に至るまでの実態と課題もうここはもうざっと見てください ね、ざっと見てください企業無関心者の内容ですが、まあ、こちら主観的なデータも多いですのでざっとと見ていいただければと思います、はい、でそして、番目、はい、成長タイプ別こちらになりますよねまずどういう成長タイプがあるんですかといったときにまずは、高成長型これは上場企業以上の売上高の伸び率グーンとね、まあ、この企業規模のところはどういうのがあるのかというと一つはまあ売上高とか、ね、そういったところですね。 あとはまあ従業員数とかそういったところが出てくるのかなと縦軸の企業規模ですねまあその辺皆さん考えながらじゃあこちらグンと伸びていく高成長型がまず一つありますよとはいでそして創業から5年から10年で安定成長型企業規模が拡大例えば小規模から中規模ねいうふうに拡大していくとじゃあもう一つが持続成長型まあいい言葉使いますよね。 あまり成長してないんです、ね、で実際には企業規模が普遍変わらない中規模が中規模小規模は小規模とかねそういったところまたは縮小中が小という形で縮小していいますよっていうのがこちらになりますでこの3つのタイプに分けて区分けをしながらじゃあ見ていきましょうねというのが今回の括弧の3番目でちょうどこちらのテーマのラストの内容までがそういうふうになっております。ははいじゃあ行きまましょう、ま、ずは3番目 実態ですねまず主要業種の分布 B のところを見てくださいさあまずマーカー引いていきましょう高成長型企業っていうのはどういう企業が多いのかまあ皆さんピンときますよね情報通信業製造業これが多いですよと高いですよとね他のタイプに比べて高いというふうな考え方が皆さんねピンと頭に浮かぶんじゃないかなと思いますまあ IT とか絡めていけば大体その辺になりますねこちらグッと。 はいじゃ続いて真ん中のところ安定成長型の企業はいマーカー引いておいてくださいサービス業医療福祉の割合がはい全体の6割はい全体の約6割です医療福祉サービス業ここは全体の約6割で持続成長型の企業はいここマーカー引いておいてください安定成長型と同様にサービス業医療福祉の割合は高いです。 高いですその他に卸し小売の割合が高くなっているこれもマーカー引いておいてください。ということは卸し小売やってる企業があんまり成長する企業が多くないんじゃないかなといったところもこの辺のね考え方皆さん見ていただくとまあ考え方というか統計データですね見ていただくと皆さんも類推できるんじゃないかなと思います。ははいいいいじゃあそそここままでで見見ててたただだらとととれれぞねねざっと見てください、ま、ず C のところです、ね まずいずれの成長のタイプも退職した企業とは取引関係を持たない形で企業が6割です、実際には。だから退職した企業とねまあ取引を持たないこれ6割ありますよと言ったところであともう一つが黒丸の C のところの黒丸の下の方を見てください一番下ですね、高成長型の企業の起業家こちらですね、高成長型これは退職することなく兼業、起業ですね。 まあ先ほどこちらの中でも見ていったと思うんですけれども兼業・起業、ね、こういったところの形で、まあ、ごめんなさい兼業・副業だ兼業・副業の形で起業している割合が高いですよと、ね、この方たちはだから会社にいながら副業でぐっと伸びていくと、まあ、こういう方もありえますで皆さん診断してとったらね是非考えてください、まあ、希望とか準備で一生懸命考えるんじゃなくて、まあ、実際にもうね社内にいながら自分で会社持とうというのもありなのかなと。 今からでですねはいでそういったところをまず見ていただきましてあとはざーっと見てくださいでずっとこちら見ていただいて J のところまではそれぞれ皆さんねあの見ていただければと思いますはいじゃあ行きましょう13ページのところのに。特にこの中で重要になってくるのが今度は丸2の中で重要になってくるのがまずここですね現在の成長段階ってどういう段階なんですかさあ行きましょう持続成長型の企業の約30%であとは安定成長型の企業の約20% 高成長型の企業の約15%創業後少なくても5年5年ね5年5年は創業期または成長初期と回答しますだからライフサイクルの中で創業期または成長初期ねまあそういうふうに回答していますよと言ったところをちょっと見ていただきたいとまだまだ安定拡大期には入ってないということですよねはいじゃあそんなところを見ていただいて丸 ③ いきましょうあとは皆さん ② 読んどいてくださいまず課題と取り組みさあ この辺はですね二次試験の答案を書く時の一つ切り口にもなってくるかなと思いますので一応横の方に二次マークをつけておいてください。二次というでそれぞれが今回は三が高成長型そして四が安定成長型そして五が持続成長型ですね。 こちらのそれぞれの課題と取り組みで特に重要そうなところについてマーカーを引いていきますはいじゃあまず行きましょう高成長企業の成長段階別の課題と取り組みでまず次のページ見てください十四ページです課題さあここの部分ですね資金調達借り入れのところです借り入れの課題の小さい黒丸マーカーを引いておいてください課題は書類の準備等の手続きの煩雑さや融資条件のミスマッチといったところになりますマーカーを引いておいてください まあ非常にですね。書類とかっていうのは結構大変です。だから、それについて誰かコンサルね。銀行系の方でできる方がいると本当にね。重宝するなんて、ところはかなり、あの小規模な企業の社長さんとかからは意見として出てきているかなと思います。はいまあ、こちらがまず出てきます。で続いていきましょう。b。 高成長企業が成長段階ごとに利用した資金調達方法といったところでまず創業期、はいここマーカー引いてくださいあとは成長段階が進むここもマーカーを引いておいてください。じゃあいきますよ創業期自己資金や家族親族親 だからやっぱり身の回りからの資金調達じゃないと難しいというのが創業期で成長段階が進むにつれてどうなっていくんですかというとはいここずっとマーカーです民間金融機関や政府系金融機関から資金調達を行う割合が増加していきますよとねまあこういったところになりますねとよろしいでしょうかねであとはまあ利用したかった資金調達を法ここはまあざっと見ておいてください本当はね こうベンチャーキャピタルとか個人投資家からの出資を希望しているんですけどまあなかなかそこも難しいんじゃないかなというふうに言われているところがここの内容になります。でそして飛びまして人材金から来てはいこれは経済資源ですねリソースの中のお金そして人の資源になります F 見てくださいまずここマーカーですねまずは成長段階ごとに必要としている社内人材どういう人材なんですかはい。 各成長段階共通ではい、ここマーカー引いておいてください経営者を補佐する右腕人材なかなか難しいですなかなか採用するの難しいので多くの場合はやっぱコンサルタントをつけるとかそういう形になるんじゃないかなというところが多いと思いますね、経営者ね、これをサポートするまあ、補佐する右腕人材ここはマーカー引いておいてくださいできれば皆さんがね中小企業診断士を取ってそういった形になっていただけるとまあ、非常にいいんではないかなと思います はいいじゃあ続いていきましょう G はそれぞれ見ていただいて HH ですね販路続いてはこのものをどうやって売っていくのか販路になりますじゃあ販路の中ではい創業期いきましょう市場顧客ニーズの把握ここマーカー引いておいてくださいでそれから新規顧客自社の強みの見極めの順とだからまずはニーズをちゃんと把握していくっていったところがこの高成長型企業の中でもやっぱり大事になってきていますよここマーカーを引いていきましょう次 じゃあ成長していきます成長初期と安定拡大期はどうなんですかといったところで新規顧客へのアプローチ自社の強みの見極め、はい、ここマーカー引いておいてください。ねまあ、こういったところですよという内容で続いていきましょう今度は高成長企業における成長段階ごとの販路開拓の取り組みじゃあどうやって取り組みしてるんですかといったところで、はい、創業時マーカー引いてください。まずは友人知人知取引先からの紹介 これが多いですまあ、ほぼに口コミですねほぼ口コミね、続いていきましょう成長初期安定拡大期ここは何かと言いますとインターネット新聞テレビ等による周知広報で、そしてソーシャルネットワーキングサービスによる周知広報といったところが大きいですよここマーカーを引いておいてくださいはいじゃあ続いていきましょう続いてが15ページの4。今度は安定成長型の内容になりますさあ安定成長型 企業のの成長段階別の課題と取り組みでまず先ほどと同じように資金調達はい創業見てください A のところの創業期実績ほとんどないから融資を受けられないことそのものとね相手にされないと、まあ、ある中小企業診断士の方が昔の方なんですけれども独立して銀融機関さんに借り入れに行ったとねで独立したんで、ね、融資してくださいというふうに、まあ、アクションを起こしたら「無職でしょ」って言われただけです。 ね、そういう風にして断られたと。まあ、そういうね、あの、逸話もあるんですけれども、そういったところです。融資まず受けられない。これすごく難しいです。ね。それが創業期。じゃあ、成長初期は何ですかって言うと、はい、ここです。融資金額や金利返済期間、担保や保証、ここが融資内容や融資条件のミスマッチ。ま、が引いてください。この辺ですね、金利が高かったりとか、ま、いろ大変だったりとか。 しますで続いていきましょう安定拡大期、はい、融資を受けるための書類準備や審査時間融資手続きの煩雑さまあこれも先ほどと一緒ですねなかなかこう面倒くさいなぁとですから私もですね、まあ、企業もちろん持っているんですがやっぱりここ結構大変です。中小企業診断士持っていいる自分でささえ結構めんどくさいなと思いますから、ねまあ事業計画書を作ってこれ出せあれ出せそれ出せっていう形になると意外にこう1日2日3日とか取られてしまうとね。 3日間で結構でかいですからそういった形になると結構面倒くさいななんてところは同じじゃないかなと思います。はい、で続いていきましょう今度は補助金さあいきますよまず創業期どんな支援制度があるのか分からない割合が高いここマーカーを引いておいてくださいこれはねよろしくないです。なぜよろしくないのかってやっぱ啓蒙されてない知って使ってもらわなきゃいけないのにやっぱ知らないっていうのはちょっとまずいなこれは診断士の方も頑張んないといけない。で続いて はい、成長初期安定拡大期、はい、手続き等の煩雑さの割合が最も高いだから利用を諦めているこれも確かにありますねいろいろ持ってこいっていう形であとね補助金出るまでのスパンって長いんですよ長いですならば自己資金でできる範囲でやろうなんてところは中小企業さんで結構あります、はい、ですからその辺ですね皆さんしっかりとインプットしておいてくださいじゃあ次行きましょうずっと下今度は 今度お金の次は首都ですよね社内人材はい全ての成長段階同じです先ほどと同じこっちもこっちも同じですよね経営者を補佐する右腕人材これの割合が最も高いで次もうマーカー引いておいてください安定拡大期後継者候補来ましたね後継者考えるわけです経営企画ができる人材の割合が高いだから後継者っていうのはこちらの中で 表現出てきますよねといったところもちょっと合わせてインプットしておいてくださいはいじゃあそしてですね見ていきましょうこれ先ほどもそうですね高成長型も後継者刑事課ねあの経営企画ができるなんてところでやっぱりどこの企業のスタンスでも一緒だと思うんですよ右腕は絶対必要ですそういうインジンって中小企業来ませんねですからその辺が大きいかなとで続いていきましょう H はい今度は販路開拓 さあまず H のところ15ページの一番下ですね企業時、市場顧客ニーズの把握、まあ、これですよね、まあ、これに尽きるかなって次のページいきましょう成長初期安定期成長段階が進むにつれてどうなんですか新規顧客のアプ,リアプローチは引き続き取り組むで合わせて既存顧客とのつながりを強化そして販路開拓強化のための必要な人材の確保ここマーカーをずっと引いておいてください。 だからやっぱり販路を開拓するためにも人材が必要営業担当者とかが必要になってきますんでこれは二次試験ののの事例の1でもこの切りり口は主体されておりますね営業担当者ねこういったところをちゃんと採用しなければいけないというような切り口は主体されてますんでやっぱり課題としても上がってきているかなと。ですから皆さんは今回これ読んでいただいたところを2次にどうつなげていくかっていいますと2次試験の中ではそれが文章となって出てくるんですね。 でその時に皆さん見てあこれ白書にも書いてあったよねとあやっぱりこの切り口結構ね勉強したところ出てるななんてところで白書を読んでいるとやっぱり安心するっていうのがあるんですねですから自分が読んでいた白書と同じような切り口とか同じような課題が事例の中に出ていればやっぱり回答を書く時もねイメージ湧きやすいじゃないですか。 だから実際に皆さんね先に読んでおいてねこういった課題中小企業共通の課題っていうのをインプットしていただくと二次の事例を解くときにやっぱりどうしてだろうというリスクまあリあごめんどうしてだろうという時間のロスっていうのを防ぐことができますはいじゃよろしいでしょうか続いていきましょうね今回は販路開拓の取り組みはい販路開拓の方法マーカーを引いてくださいいずれの成長段階もやっぱり口コミですよ紹介口コミここマーカーを引いておいてくださいで丸五いきましょうここ はい持続成長型、最後ですね、こちらの内容になります。で、まずお金、しともの金、情報、ノウハウの中のまず金です。で、いきましょう、創業期、はい融資を受けられなかった、また同じですね、マーカー引いてください、で成長初期と安定拡大期、はい、融資条件の水待ち、ここ、マーカーを引いておいてください、で出資の受け入れにおける課題、はいいずれに成長段階え、受けられなかった、マーカーを引いてください。でそして補助金 助成金活用における課題、はい、こちら認知度は安定成長型よりも低いです、ね、活用が進みにくいだから認知度やっぱ知ってもらわないとだめ安定成長よりも低いというふうになります、はい、ここも知っておいてくださいそれからあとざっと読んでいただいて F いきましょう人材さあ行きますね同じですね経営者、ね、創業期は経営者を補佐する右腕人材この辺は一緒ですあと営業販売と財務会計この辺マーカーを引いておいてください で最終的には安定成長になってくるとやっぱりね後継者候補まあこれも同じような内容になりますよね、はい、でそういったところで今度はえと17ページの H の内容ですね H の「くる1個目大きいくるですね、はい、創業期いきましょう販路開拓における課題でまずは新顧客へのアプローチ、まあ、そうですよねここマーカー引いておいてください。 でニーズの把握が次になっております。そして続いてのところ成長段階が進みに取れて新顧客のアプローチ、あとは既存顧客とのつながりの強化、こんなところがま回答割合が高まりますよということが書いてあります。そして行きましょう。持続ね成長型企業における成長段階ごとの販路開拓の取り組み。はい、一貫して口コミねマーカーを引いておいてください。はい、ここまでが まあこちら大きい数字の1番の企業創業の取り組みになります内容になりますで続きましてホワイトボードを切り替えて事業の承継ここもあのポイントポイントで結構かなと思いますそして新規事業展開の促進といったところこの辺もですね合わせて確認を進めていきたいと思いますはいじゃあそれではですねこちらホワイトボードをしっかりと写してくださいよろしくお願いします